はい、こんばんは。今日は、白玉団子をちょっと食べたくなりまして、作ってみようと思います。それで、ちょっとあんこもですね、小豆から炊いたらよかったんですけど、ちょっと横着して、粒あんを買ってきました。でもこれね、北海道産原料にこだわりましたって書いてありまして、北海道産の小豆と、ビートでできたお砂糖ですね、と、北海道産のオホーツクの塩です。ちょっとなんかこう、なんか開けやすいようになってますね。開けやすいというか出しやすいようになってます。裏見たら、はい、添加物は、まあ、入ってないですね。甜菜糖と小豆と寒天とお塩だけです。はい。それではこの白玉粉はもち米でできてるんですね。私もちょっとなんか、白玉団子は、家庭科の調理実習以来なんか作ったことがないような気がするんですけど、なんか無性に食べたくなって、ちょっと今日作ります。半分だけ、150g 入ってますけど、75g を使って、お水は、70cc、加えて練っていきたいと思います。まとまってきました。はい、ちょっとお湯が沸いてきて、こうこねこねしてちょっと入れてます。コンビニのスイーツでちょっとパフェみたいになったこう和風のスイーツによく白玉団子がね、乗っかってるのがあると、すぐちょっと買ってしまうんですけど、まあ、なるべくですね、ちょっとコンビニのものは買わないようにしようと心がけておりますので、ちょっと一回自分で作ってみようかなと思って、今回ちょっと白玉団子を作っております。本当家庭科の調理実習の時以来なので、こんなんだったっけなっていう思い出しながらやってるんですけど、うまくいけばいいんですけどね。よいしょ。お米じゃなくて、もち米の粉100%をあんだけカリッカリに乾燥させてるので、まあ、結構あれですよね、保存食といいますか、なんか非常用の食事というか、ね、水があればこうこねこねして茹でたら、ご飯の代わりというかね、非常食にもできるんじゃないかなってちょっと思ったりします。お米もね、災害用の、お米ちょっと買ってるんですけど、一応5年間持つお米っていうのがあって、で災害時にはこうなんか袋がついてまして、一つ一つの、袋に入れて、そのままお湯に、まあ、湯煎してなんか炊くみたいな感じになってましたね。こんな感じで、ちょっとこの白玉粉も乾燥してるので、まあ、賞味期限はあるかと思うんですけども、まあ、保存食ですね、これね。はい、結構ちょっと浮いてきたので、この後引き上げて冷やしてみたいと思います。はい、結構上がってきましたね。ちょっと巨大すぎたかな、これ。ちょっとこんなでっかいのができました。なんか美味しそうだな、プリプリして。なんか自分で大きさ調整できるからいいですね、この手作りって。まあ、食べ過ぎるかもしれません、こんだけたくさんできたら。なんか皆さんもちょっと家でね、こんなおやつ作れたら、ちょっとお子さんと一緒に作ったら楽しいかもしれない。はい、引き上げました。
はい、先ほどの白玉団子とちょっと今日はお抹茶を立ててみました。あんことちょっとアイスクリームがあったので、ちょっと抹茶アイスだったらよかったんですけどね。食べてみます。あんこ。ちょっと大きすぎましたけど、すごい弾力があって美味しいです。白玉団子結構簡単に作れますね、家でね。まあ、これ全部もち米100%なんで、あんまり食べ過ぎたら、まあちょっと炭水化物取りすぎになっちゃいますけど、まあちょこっとだったらいいかな。美味しい。いただきます。じゃあお茶を一服いただきます。やっぱり抹茶飲むとね、落ち着きますね、ほんと。本来はですね、お菓子を全部いただいてからお抹茶をいただくっていうのが作法なんですけど、今日はちょっと家でちょっとスイーツを食べてるので、食べながら飲みながらしたいと思いますが、皆さんもよかったらちょっと家でこういう簡単なおやつはできるかなと思うので、一回作ってみてください。それでは。